ショートプログラムトップ韓国のチェ・ダビンです。シーズン後半に入ってジャンプは好調。ショートではトリプルルッツ、トリプルトーループを見事に決めました。最終滑走です。曲はドクトルジバゴ。最初にショートでも成功させた3回転3回転。トリプルルッツ、トリプルトーループ、完璧に決めましたね。次は2つ目のコンビネーションです。朝の練習でもほとんどミスがありませんでした。ダブルアクセル、トリプルトーループ、きれいに決まっています。フライングキャメルスピン、回転軸も安定していますね。丁寧になりましたね。演技は後半に入ります。トリプルループ綺麗に決まりました。次のコンビネーションは3連続を予定しています。トリプルルッツ、ダブルトーループ、ダブルループ、きれいに決まりました。トリプルサルコ。ジャンプはあと一つです。ダブルアクセルいいですね。足換えのコンビネーションスピン、回転の速度、ポジションの転換もいいですね。ほぼパーフェクトな演技を見せました。ガッツポーズ、韓国のチェ・ダビン。充実した笑顔です。最終滑走の重圧の中で力を出し切りました。
荒川さん、はい、今持っているものは出しましたね。そうですね、今持てる力というのは存分に発揮できたと思います。でまた本当にあの最後まで丁寧に丁寧に一つずつ技をこなしているというのが感じられました。スピンにしてもステップにしても以前よりも本当に丁寧に確実に得点につながるようなものにしようというのが本当に感じられる演技でしたね。冒頭の3回転3回転で勢いに乗りました。最初のトリプルルッツからのコンビネーション、回転軸もまっすぐで綺麗な軌道でしたね。トリプルトーループまで綺麗につながりました。回転も完璧に回っていましたね。ほとんどのジャンプが回転不足はこれ取られない内容ですかね。そうですね、完璧に回転はしてから降りてくるというようなジャンプでした。一つ一番最後のトリプルサルコだけギリギリだったのでそこが判定がどうかというところではあるんですけれども、それ以外のジャンプは加点がつくようないいジャンプでした。はい、1週間前の四大陸選手権では5位と健闘しました。そして2週連続で大会に出場してこの冬季アジア大会、本当に好調を持続しているというシーズン後半ですね。そうですね、これだけ自分の持てる力が出したいところで発揮できるようになってきましたので、あと世界で飛躍していくためには後半に難しいコンビネーションを積極的に入れていくとより得点が伸ばせますので、もうその力もついていると思いますから、はい、今後も楽しみな選手ですね。このフリーで 114.31 を出せば金メダルが決まります。まあ、100点以上で銅メダル以上が確定ということになりますが、持てる力を出しました。得点を楽しみに待つ韓国のテイラミン。チェさんの得点 120.25 120点、大きく上回りました。 126.24 です。トータル 187.54、 金メダル。銀メダルは中国の李詩君、3位銅メダル、カザフスタンのトゥルシンバエワ、そして日本の本郷里香4位。